で今日ですね、プログラム、3つご用意してますけれども、1つはですね、そもそもブライダルビジネスってどういうものなのかというところをですね、少し学問的にというかですね、体系学的に経営学的にですね、ちょっと知っていただくというところ、あとはですね、2つ目に関しましては、ブライダルマーケット非常にですね、トレンドが早い業界ですし、日本の結婚式ってそもそもどういう成り立ちで成り立っているのかというところをですね、ちょっと簡単にご説明をさせていただきまして、今ブライダルの現場でですね、こういうマーケティングの課題があるよというところをですね、少しお話をさせていただければなと思っております。ではブライダルビジネスなんですけれども、結構、ブライダルビジネスというところに関してはですね、非常に広く捉えると結構裾野の広いビジネスなんですね。で、例えばどういうことがある、どういう、ビジネスがあるのかというと、大きく、4つだけご紹介させていただくと、まずはプレビジネス、プレブライダルビジネスというところで、結婚式をする前のビジネスというのが、実はあります。ここちょっと字が小さいので見えにくいかもしれないので説明すると、例えば結婚相談業ですね。ブライダルのビジネスは、結婚するカップルがいないとですね、成り立たないというところで、いわゆる結婚を前提とした、パートナーを紹介するような、ビジネスというものがあったりですね、あとは式場斡旋業というところで、結婚を予定しているお二人がですね、どういう自分たちが結婚式をしたいのかというところの、会場をですね、ヒアリングをして、マッチングをしてあげるようなビジネス、あとは宝石、貴金属業というところは、よくテレビで見るですね、プロポーズの時にこうパカーンと指輪をですね、上げるようなシーンあると思うんですけれども、そういった、プロポーズに伴うですね、エンゲージメントリングの、製造販売だったりとか、あとは結納とかですね、結納の時に商品時計なんかをですね、交換品としてお渡しをしたり、あとは、結婚指輪ですね。で、2つ目がですね、一番皆さんが、ブライダルビジネスと聞いた時に、イメージをしやすい挙式披露宴ですね。で、これに関してもですね、実はいろいろな内容の、ビジネスが関わっています。もちろん結婚式をする、ホテルとかですね、結婚式場さんとしてのビジネスと、加えまして、あとはですね、挙式に関しては施設に付帯している挙式会場ではなくて、例えば昔からある神社さんだったりとか、本格的なですね、教会さんでやるケースなんかもございますし、あとはですね、貸衣装業、これも結構大きいです。結婚式に関してはウェディングドレスだったり、タキシードだったり、あとは着物とかですね、そういったものをですね、衣装がですね、非常に結婚式の大事なアイテムになってきますので、そういったビジネスがあったり、あとはですね、写真とか映像とか、結婚式今はこだわってですね、映像制作する方も多いですけれども、そういったビジネスだったりとかですね、その他にもギフトだったりとか司会だったりとか、たくさんブライダルに関わるビジネスがございます。これが挙式披露宴市場マーケットと言われるものです。で、その下は2つはですね、アフターブライダルビジネスと言われるようなもので、結婚式をしたお客様がですね、次にいろいろなものをですね、購入するというところで、新婚旅行だったり、あとはその新しい新居を構える時の、住宅関係だったりとか、家具関係だったりとか、そういったビジネスとしてはですね、非常に裾野が広い、ビジネス領域になってます。で、どれぐらいのですね、マーケット規模があるのかというと、この挙式披露宴ビジネスだけでですね、だいたい 1.5 兆円から2兆円ぐらいあります。で、関連ビジネスまで入れるとだいたい5兆円ぐらいまでありますので、おそらくですね、ちょっと5兆円というブライダルビジネスのですね、規模を聞いてもなかなかちょっとピンとこないとは思うんですけれども、だいたい同じぐらいのですね、ビジネス規模があるのがファッションアパレル業界とかもだいたい5兆円前後ぐらいと言われてますし、あとは飲食ビジネスと言われるものですね、こちらも5兆円ぐらい、だいたい5兆円前後ぐらいあるというふうに言われてますので、サービス業の中でもですね、だいぶ規模がですね、マーケット規模が大きいビジネスになっております。まずですね、ブライダルビジネスの特徴としましては、非常に高額な商品なんですね。結婚式をね、されたか、保護者の方とかはお分かりだと思うんですけれども、だいたい60名のゲストを呼んで結婚式をした場合に、だいたいいくらぐらいかかると思いますかね。60名の結婚式をしたとき。やり方によってですね、全然金額は変わってくるんですけれども、業界の平均、相場としましてはだいたい250万円から300万円ぐらいかかるものになってます。ですので非常に高額な商品ですよね。で、2つ目に関してはですね、こと消費ということですね。で、こと消費って聞いてもちょっとピント
皆さん来ないと思うんですけれども、こと消費ってどういうことかというと、物消費という言葉と対比で使われるケースが多いです。こと消費というのはお金を出してもらえるものが物ではなくてこと経験です。ですのでお金を出して買えるものが経験、例えばですけれども旅行とかそうですよね。旅行というのは旅行代理店にお金を払って得られるものというのは目に見えるものではなくて経験、旅行で楽しかった友達と行く経験が得られるということをですね、こと消費という言い方をしますけれども、ブライダルもまさしくそのこと消費であるということです。ですので結婚式でお金を払って得られることはゲストを呼んでですね、楽しい結婚式をしている経験をですね、買っているといういわゆる目に見えないものをですね、提供している商品というものがですね、結婚式の特徴の2つ目になります。で3つ目はですね、購入は一度のみと、基本はですね、結婚式は基本何度もですね、もちろんいらっしゃいますけれども、基本的には一生に1回、購入するというもので、いわゆる他の商品と比べた時にリピートビジネスじゃないってことですね。おそらくレストラン、お気に入りのレストランって何度も行ったりとかすると思いますし、例えば髪を切りに行く時も皆さん何度も同じ店に行くと思いますけれども、結婚式というのは基本的にはリピートをする商品ではないというところが、他の商品と違った特徴の一つでございます。でこういったですね、特徴をある商品をどうお客様にお届けをして購入をしていただくと、していただくのかということをですね、しっかり学ぶ必要があると、学んでいくというところがですね、このブライダルマーケティングの理論の考え方になります。次にこの結婚式、日本の結婚式ってそもそもどういう成り立ちで今のビジネスモデルになっているのかというところをですね、ちょっとだけ背景お話をさせていただきたいと思います。まずですね、こちらの軸の見方がですね、1920年代から今現在、時間軸でですね、横軸にとっておりまして、そもそも結婚式、日本の結婚式っていうのはですね、どこでやってたのかというと、昭和以前、大正、明治、江戸時代とかですね、結婚式っていうのは実は家でやってました。ですので結婚式というのは一般的に家でやっていたものがどう今の形になったのかというと、昭和初期ですね、1920年代に、日本の日比谷にある帝国ホテルがですね、家ではなくて外で結婚式をする走りになったというのが今のブライダルビジネスの始まりになっています。そういった中で、外でですね、やるということが、日本の高度経済成長期ですね、1950年代に入っていろいろな結婚式場がですね、日本全国にできていって、家ではなくて外で結婚式をするというのがですね、一般的な流れだった時代があります。変わってきたのがこの1990年代に入ってからですね、大きく結婚式のスタイルが変わってきた時代になっています。で例えばなんですけれども、ここにあるハウスウェディングとかですね、もう結婚式をするためだけの専門的な施設をですね、建てて、そこで1日1組とか2組貸し切りで行えるようなですね、結婚式のスタイルが人気になったり、あとはリゾートウェディングという形で日本ではなくて海外でも挙式を挙げてしまうというようなですね、お客様が増えていったり、あとはレストランウェディングって、もともと結婚式をするスペースではないんですけれども、美味しい食事と飲み物と、あとはアットホーム、ゲストとの距離の近いアットホームな結婚式をしたいというニーズがあって、レストランウェディングといったようなですね、結婚式が多様化したのがこの1990年代から今この流れになっているというところになっています。あと最近ですと、どんな結婚式が人気かというと、格安婚とか手軽婚とかですね、写真だけで済ましてしまうとか、特定の、平日にやるとかですね、特定の人気のシーズン、人気じゃないシーズン、結婚式ありますので、そういう時にやって、比較的金額を抑えながら、いい結婚式をしようという流れだったり、あと最近ですね、非常に人気があるのがこの、DIY ウェディングって言ったり、オリジナルコンセプチュアルウェディングと言いますけれども、もう手作りとかですね、もうお二人らしさっていうものを結構前面に出した結婚式っていうものがですね、今、非常に人気になってきてます。あとはですね、そのマーケティングなので、どういうトレンドがあるかというと、結婚式でですね、マーケティングをするとなると、皆さんもご存知の通り、ゼクシーって多分聞いたことあると思うんですよね。結婚式をするんだったらまずゼクシーを見ようという時代がしばらくありました。
で、このゼクシーが発刊したのもちょうど1990年代からですね、その広がりを持っていて、ブライダル業界のマーケティングはイコールゼクシーをどう、活用するかというところにですね、集約してた時代がしばらくあったんですけれども、今はですね、大きく変わってきていて、なんでかというとインターネットですね。ネットが2000年代に入ってですね、普及をしてきて、で特に今やっぱりスマホですね、スマホでみんなゲストの方はお客様はですね、結婚式場を探すようになってきたというトレンドがあります。でそういった中でですね、どういう、マーケティングを、していくのかというところになります。一つはですね、ブライダル業界のマーケティングで結構大事なポイントになっているのがこのコンテンツ化と言われるところです。で何かというと、さっきブライダル商品高額な商品で、しかも物消費というお話をさせていただきました。つまり目に見えない商品なんですね、結婚式というのは。当日まで自分がどういう結婚式をするかというのはですね、なかなか目に見えないというところで言うと、いかにですね、お客様がここの会場さんだったら自分の思う通りの結婚式ができそうかというイメージを持ってもらうためのコンテンツをしっかり見えるものとしてですね、用意しなければならないと。でここがコンテンツがですね、それぞれの会場の差別化するポイントになってきています。ですので、もしもですね、皆さんも見たことあると思うんですけれども、例えばゼクシーに載っている写真とかですね、ネットに載っている動画とか、おそらく他の商品よりもだいぶお金と時間をかけて作り込まれたものが非常に多いです。ですので、こういったですね、自社の会場の魅力をどう魅力付け、価値付けをして、お客様に提供していくのかというところがですね、ブライダルマーケティングの今、ポイントになってきています。あとはですね、メディアの使い方。さっきですね、ゼクシーだけをですね、活用していればいいという時代から、今はインターネットの影響もありまして、いろんなメディアを活用するという必要が出てきているという中で、大きくですね、3つ、トリプルメディアという言い方がですね、業界では言われたりしますけれども、まず1つ目のメディアが購入メディア。これはお金を出して広告を買う。テレビ CM もそうですよね、雑誌もそうですよね。広告をお金を出して買うというものが購入メディア。じゃあ所有のメディアって何っていうと、お金をかけずとも広告と同じような効果を持つようなものです。自分たちが所有しているもの、例えばホームページなんかは、作るお金はかかりますけれども、広告宣伝費をかけなくてもお客様に広告と同じような、見てもらえさえすればですね、広告と同じような効果があったり、あとはですね、例えば交通量の多い場所にある建物とかですね、それも例えば外観に、何月何日ブライダルフェアをやりますというような告知をしていけば、結局お金をかからずに広告と同じような効果を持つようなもの、こういった、所有メディアをですね、活用して地元密着型の、メディアを使っていくという方法論だったり、あとですね、これは非常に今影響がですね、大きくなってきているんですけれども、獲得メディアという言われ方をするものです。これ何かというと、自分たちが情報発信するのではなくて、第三者が情報発信したものが広告と同じ効果を持つようなものを言います。おそらく皆さんもいろいろ使っていると思うんですね。分かりやすい例で言うと、口コミサイトとかですね、そういったものがあらゆる業界で活用されていて、ブライダルもですね、今口コミサイトがですね、非常に影響力を持ってきています。で、なんでかっていうと、さっきお話しした通り、ブライダルというのはですね、一生に一度の高額商品、絶対買うのを間違えたくない商品なんですね。ですので、お客様は非常に慎重に、情報をですね、調べて、その会場に行くか行かないかをですね、丁寧に決める時代になってますので、こういったそれぞれのメディアの特徴をですね、生かしたマーケティングをしていかなければならないという流れ。あとはですね、このお客様の関心によってマーケティングのアプローチの仕方ってやっぱり違うんですよね。さっき言った通り、結婚式を席は入れるけれども結婚式はする気がないというお客様へのアプローチと、そもそも結婚式はする方にですね、情報提供の仕方は変わってきます。やっぱり無関心の人にはプッシュ型のマーケティングって言いますけれども、こちら側から情報提供するような働きかけが無関心の人には必要ですし、むしろ逆に積極的に情報収集される人には、その人向けにどんどん価値のある情報をですね、提供していかなければならないというところで、そのお客様に合わせてはですね、マーケティングをしていかなければならない。この取り組みをですね、丁寧にしていくことが結果として来館になるという結果になっています。ですので、このブライダルマーケティング論では、こういうちょっとですね、現場に根ざしたものを、こういう理論的なものだけではなくて、実際にですね、そのあるモデルの会場を想定して広告を作っていったりとか、それにどういうメディアを使って情報を提供していくのかというところもですね、結構実務的に学んでいただけるようなプログラムになっています。以上でですね、私の方からの体感
講座のお話とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。